東京スカイツリーが明日で開業10年になります。この10年を見続けたスタッフに密着しました。祭り庄司健太さんは2012年の開業当初から東京スカイツリーの展望台で笑顔を撮り続けています。日頃の行いが良ければ落ちないので。スカイツリーならではのガラス床は高さを感じることができ、お客さんは大喜びです。スカイツリー開きましたってなって来ていただいたお客様の量がもう想像をはるかに超えていた量なので、ビビっちゃいましたね。2011年の東日本大震災から1年後に開業したこの施設は、日本に明るい話題を与え、最初の1年間で554万人の来場者を記録しました。その後も人気は衰えませんでしたが、新型コロナの影響から3ヶ月間という長期の休業をせざるを得ず、来場者はおよそ78万人に激減。消えた時はものすごく緊張しましたね。やっぱずっといた場所に約多分半年近く来る機会がなかったんで。久しぶりに接した笑顔はとても眩しく新鮮で、以前よりおもてなししようという気持ちがより強くなったといいます。忙しい時のフォローに回っていただいたりもしているので、その面でも庄司君の活躍はだいぶ助かってます。困難を乗り越え迎える10周年、客足は戻りつつあるものの道半ばです。あ、もうそんなに経つんですねっていう方も結構多いんで、いつも通り対応して実は10年目なんですって、おーっていう、こう驚きも欲しいなっていうのがあって、